なんかこうだらだらこうみんなと話しながらこう帰る準備をしてるのも嫌いじゃないんですよ。見てるとね、すごいんですよ、なんかこう。みたいな。その速さで準備するの疲れないと思うわけですね。大体私のそのチャレンジングな料理っていうのは、大体あんまり評判が良くない方が多いわけですけども、この間作りましたそのパスタ、大変評判が良くて、多くの方が美味しいって言ってくれた瞬間、嬉しかったですね。大泉洋さんが得意のぼやきで古くからの俳優仲間に苦言。そしてプライベート生活で感じる小さな幸せを明かしました。僕は仕事が終わってから帰るまでが逆にものすごく遅いやつなんですよね。だから僕なんかその5人でね、チームナックスってやってますけど、みんな早いんですよ。なんかこう一緒にやってる番組終わってお疲れしたってやったら、パッと見ても大体いないんですよね、他の連中。大泉洋さんがエピソードトークで盛り上げたのは、ビールの新 CM でのインタビュー。なんかついつい僕はどっちかというと、お疲れしたってなんかこうダラダラしちゃうんですよね。なんかこうダラダラこうみんなと話しながらこう帰る準備をしてるのも嫌いじゃないんですよ。みんなね、パーッと帰っていく。だから分かりますよ。それで少しでも家にいたい気持ちも分かるんだけど、仕事が終わった後にそんだけ急いで帰ったら疲れませんかとも思うのね、現場で。見てるとね、すごいんですよ、なんかこう。みたいな。その速さで準備するの疲れないと思うわけですね。僕なんかこうやって、お疲れした。いやー、今日も疲れたなーって、ぼやきながらね、なんかこう準備するのがまた楽しかったりするんですよ、帰り自宅をね。今回のサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」の新 CM は、日常の小さな幸せを描いた内容。で、この持ってってるところっても使えないの？そうですね、途中は。はい、カット。カット。多かった。カット。スタート。足りなかった。スタート。はいはいはい、持って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 。おい、はいはい、オーケー。いや違う、いや俺がここに出した、ここにこうだ。僕のリスペクトがここだったんです。違う、もう4歳に対するリスペクトが。せっかく俺が高く持ってってんの。今回はその仲間と一緒にこう楽しく飲んでるっていう CM でしたから、実際一緒に撮ったのが古谷ロビンと、あと清水くるみちゃんという同じ事務所で後輩の子たちだったので、なんかその楽しい雰囲気がなんかやっぱりやってても楽しかったですし、なんか実際に本当に知り合いと飲んでいるので、その楽しさがこう伝わるといいかなと思いますけど。完成した CM がこちらです。嬉しいな、いい仕事したんですよ。あ、僕じゃなくて大事な後輩がね。せっかくですから。お疲れ様。プレモル、これが幸せってやつか。そら、おザ・プレミアム・モルツ。新 CM にちなみ、大泉さんが日常の小さな幸せを明かしました。この間ね、ロケ先でね、滋賀県に行きまして、滋賀県っていうのはね、船寿司っていうのがとっても有名なんですね。で、私船寿司をお土産に買って帰りました。とっても美味しい船寿司だったもんですからね。でもやっぱ船寿司ってやっぱちょっとこう苦手な方もいる、その中でこう私の買ってきた船寿司って大変こう食べやすくて美味しい船寿司で、しかも私はその船寿司のこれいいっていう部分なんです、そのお魚についてるご飯の部分ですね。そのいいを使いまして、私がこの間そのパスタを作ったんですね。で、大体私のそのチャレンジングな料理っていうのは、大体あんまり評判が良くない方が多いわけですけども、この間作りましたそのパスタ、大変評判が良くて、これは美味しいと、多くの方がね、ちょっとしたプチ新年会があったわけですけども、多くの方が美味しいって言ってくれた瞬間、嬉しかったですね。いつもは褒めない妻も美味しいって食べてました。今度娘にもやってみます。大泉洋さんが
俳優仲間チームナックスに苦言。日常にある小さな幸せを得意のぼやきを交えながら明かす。テレビ朝日 AI アナウンサー花里ゆいながお伝えしました。